疲れ様です。ですね、今日の朝ぐらいにニュースでみんな見てたと思うんですけど、清原選手が、覚醒剤所持ということで逮捕されましたけど、実はあれには、すごい裏話というか、まあ、すごい怖い裏の事情というものがありましてですね、僕はその情報を、まあ独自のルート、これはちょっと極秘なんですけど入手しました。で、まあそれをこれから話そうと思うんですけど、まあ今日で2月3日なんでね、まあ、その前にちょっと腹ごしらえということで恵方巻きを食べようと思います。ということでこちらがですね、セブンイレブンで買ったレギュラーサイズの恵方巻きです。まあ、結構でかいですね。でこれただ食べるんじゃ面白くないんで、ちょっとストップウォッチですね、早食いに挑戦ということで、見えないか、これはどれだけ早く食べれるかチャレンジしようと思います。いきます。冷たいよ。はい、これピント合わないかな。あ、記録2分14秒83でした。ああ、きつい。ああ、